今日はこちらのおもちゃで遊びましょう。昔のおもちゃです。なんと1987年のおもちゃなので31年前のおもちゃになります。すごいですね。なんか新品かな、すごく綺麗ですけども、まあ、開封してみましょう。あ、ようこそ我が家へね、31年目にして開封されるんですからね。あ、本当に新品だわこれ。お、出てきた。綺麗です、本当に。ほらほら、すっごい綺麗。このようにセット内容出てきました。すごいですね。1987年代のリカちゃんのおもちゃがね、紹介されてる感じですよね。ちょっと見てみましょう。佐藤勇さん、リカちゃんタウン。お、来た来た。パレット F さん、あの泡立つお風呂とかね、進化し続けてますけどね、リカちゃんハウスですね。このご飯ですよはね、一度紹介してますけども、同じような原理のおもちゃかしらね。楽しみだわ。というわけで、はい、今からセットしますね。ギャン、準備できましたね。これすごいですね。長いこと年数が経ってるとこ溶けてる感じですね。大丈夫かこれ溶けてるよこれ。それでは遊んでいきましょう。こちらね、おなじみのこれを使うんですけども、新品なので全部揃ってます。嬉しい。で、今回は本当セット内容が豊富でですね、これは何だろう、まあ、ここにこう入れたりするのかな、かな。すごいです。こちらね、こうやってね、押し出し器がついてますよ。うちの形がね、それぞれなんですね。バロン君、なんか匂いする。はい、この3パターンがね、ありましてね、はい、美味しいおやつを作っていきましょう。何の匂いがする。うん、こちらの8分目までお水を入れます。そしてこのお料理の素、一つは色のお料理の素、これをここに入れます。おお、すぐ溶けますねこれ。あと白のね、お料理の素、これを入れます。でね、おお、おお、なんということでしょう。シャーベットみたい。で、これをね、押し出し器に入れるわけなんですね。ででで、で真ん中のにすればよかった。いきなり間違えちゃった。まあいいでしょう。ではくる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 、こっちに入れないとね。おおお、お、いいですね、いいですね。おいと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 、よいしょ。おお、いい感じでできました。美味しそうだわね。なんかコーラみたいになりましたけど、色が。はい、ではチューッと。スポンジもついてまして、これにデコレーションができる感じになってますね。ああ、下手くそだわ私。栗を乗せたら、はい、完成。あれれ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 。これでチョコレートケーキを作りましょう。はい、では塗っていきましょう。はい、チョコレートを塗りまして。デコレーション、まあ、ベタベタイチゴをね、トッピング、
はい、できましたよ。おお美味しそうだろ。すげえ黄ばんでいる。え、こういう色じゃないの最初から。違う、透明。あ、これ透明がこんな黄色になってんの。そうそう。ねえ、食べる。偽物本物。イエーイ。なんでよ。うわ、うわ、うわ。あ、やっ。いいよね、大人でも楽しいよね。お父さんも寝るんやけど。すごいね、水で流されへんっていうね。これは流したら詰まるやつ。そうそうそう。どうする。まあ、このまま寝てください。はい、おやすみなさい。はい、今日はこの日に。どうも。バイバーイ。バイバーイ。また見てね。これどうすんのこれ。あかん。